じゃあこんにちは。見た3月4日の見た見ました。何見た？あれですよね、菅野投手のヤクルト戦での投球っていうか魔球カーブ見ました。桑田効果、はい、もう早速記事に出てます。桑田カーブという名前がもうあれついているそうなんですけれども、菅野智之投手が新兵器桑田カーブに上々の手応えを口にした。勝負できるボールというふうに感じました。軸になっていくのではと。やるなあ桑田早速もう、ね、やっぱりね、はい、変化していかなきゃいけないんだよ、うん、で進化は遅い、はい、進化するのは遅いでしょ。そうですね。でも変化はすぐ変えられる、はい、その変化を求めたら、うん、カーブを取得してたという。そうなんですよ、まさにね、で菅野もやっぱ持ち球とすればスライダーカット、まあ、真っ直ぐはもちろんあるけどね、あとはツーシーム、まあ、フォークっていうのがあったわけよね、はい、カーブも時折投げてたけどさ、はい、そんなに勝負できる球じゃないよね、うん、でもこの前の見たらさ、うん、勝負できるな、すごい落ち、あれ落ち方するんですね、うん、だから桑田がこうなんか言ってたのが、はい、毎年1球ずつ使えるボールを増やしていく、はい、それが長くできる秘訣になってくる、はい、で菅野っていうのは同じスタイルでずっとやってきてるんだよね、はい、まあこうやってフォームをたまに変えたりとかしたけど、はい、去年からね変えたけど持ち球っていうのは一緒なわけよね、うん、でもあのピッチャーで一つ使える球種ができたっていうのはどれだけ嫌か、相手バッターにしてみたい。いやもう邪魔になるよ。だいたい球速としたらさ、はい、菅野はまあ、っすぐ150キロとしたら135ぐらいまでだったんだよ、はい、これがやっぱり120台のボールができるっていうことはやっぱこれだけ緩急ができるっていうことなんだよ、はい、だから厄介になってくると思うよ。そうですよね。それと菅野はすごく楽になると思うよ、はい、だって相手が勝手に考えてくれるからさ、あ次の球をってこと、球をあのそういうのが来たらどうしようとかさ、はい、それを思うといやインサイドズバッと来たらどうしようとか、うん、やっぱね打者ってやっぱ結構悩む時あるんだよね、はい、でもあのボールを見た時にカーブを見た時に最初前半使っとくといいね。これはシーズンの前半ってことですか、うんうん、使っとくとやっぱデータが流れるから、はい、やっぱバッターが迷い出す。通常の菅野はだいたい135から150キロの間なんだけど、はい、それがまた10キロ違ってくると、はい、全く違うピッチャーになってくる。そうですよね。いやそのぐらい一つの球種、はい、また遅いボールから速いボールまでの球速差があるとやっぱこう、うん、嫌になってくる。ですよね、その3月5日の試合で、まあ、ヤクルトは初めてあのカーブを見たじゃないですか。で各球団多分チェックし始めると、いやチェックするよ、うん、ですけどええみたいなってなってきますよね。ってなるともう決め球になることは多分間違いないだろうって言ってるんですけど、決め球で使わなくても、うん、決め球みたいなものになってるよ、はい、あれを例えばバッターの豊さんが立ったとして、あれがどこで来るんだろうってやっぱり思うだけでわけわかんなくなってくる。いやもうあれはボールっていうふうに決めとく。でも振りたくなっちゃいますわ。いや振らない。あれもう振らない。いやあれでストライクをポンポン取れるんだったら、うん、それはもう振りにかからなきゃしょうがないけど、はい、まずはボールっていうふうに考えて、はい、やっぱ通常通りの菅野のイメージで立つじゃないと迷うもん。そうですよね、うん、完全に。でもその球が本当に良くて勝負球で使ってくるっていう風になってくると、はい、やっぱ考え方広げなきゃいけない。そうですね、厄介だよ。もう各球団のねスコア書いてるスコアラさんたちはもうどうしようって。だからもう進化してるぞみたいな感じだよね。まあ変化したぞみたいな。でも菅野はあれは桑田さんが巨人のコーチに来て就任してから、うん、菅野投手は今回のこのキャンプで教わって、まあそうだろうね。もう本当に。いやだからあれだけの一流のピッチャーだからさ、はい、カーブが投げれないっていうことはないと思うんだよ、うん、はい、でも投げる勇気っていうのを与えるのはやっぱコーチなんだよね。その投げる勇気っていうのだからちゃんとした技術論で、はい、こうやったらもっと落ちるからとか、うん、そういうような形で教えて、はい、こういう時にカーブを使っていったら楽だぞとか、うん、そういうことをやっぱり
聞いて実践して使えるようになってくるともう自分のものになるわけだよ、はい、だから菅野も一応持ってたんだよねカーブは絶対に、うん、あまり使わなかったけど、はい、持ってるけどそれにさらに磨きをかけてそれが自信を持てるようなボールになったということだよ。そうですよね。でベンチに戻ってきた時に桑田コーチとこうなんかいろんなチェックというか話してた時も、うん、やっぱりそのカーブのどんな感じとかそういうことを話してたりもするんですか。まあまあその投げた感覚はどうなんだとかさ、 あとは逆に言えばバッターに分からないようにしないとね、うんうんうん、まあ例えばああいう大きなカーブってさフォームが緩んだりとかさ、はい、するとバッターってその緩んだ瞬間に遅いボールっていうのが分かるからね、うん、だからここら辺は危険なところだと思うんだけど、はい、菅野ぐらいの一流のピッチャーになったらそこら辺もわきまえてしっかり投げると思うよ、うん、豊さんが桑田さんと対戦してた時ってまさにあのカーブだったんですか。そう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 。どんな風に。いや違う違う、まっすぐとカーブしかなかったんだだからあのカーブはなんだこいつこんなんでプロで食っていけるかと思ってやったら、はい、まあそのまっすぐとカーブで10勝以上したんだよね。どんな風に見えるんですかバッターから。あのカーブいやもうポーンと浮いて、はい、シュルシュルって落ちてくる。いやいやそう。気温が多い。いやいや。どう表現するっていうかさ。どんな感じに見えるんだろうってバッターが。いやポーンとボールに見えるんだよ最初出たところが。はい。だボールかと思ったら落ちてくるんだよポーンと。急にですかポーンと、うん。いやそれで桑田と対戦してまっすぐとカーブしかねえのかと思って、はい、でこうやってたんだよね。で翌年あれみたいな。スライダー投げてんじゃんこいつみたいないつ覚えたんだみたいな、はい、そんな感じだったの。あでそのうちファールにした球がなんか違ったんだよね、はい、で村田だったと思うんだけどキャッチャーに、うん、今の何って言ったらだからさ教えられないですよって言って言われたんだけどスコアラーが見てたら、はい、やっぱチェンジアップかねちょっとシンカー気味のボールだったんだよ、はい、それをまた翌年に覚えてるんだよ。すごい。みたいな球種が増えてくる。なんだこれガチョンボールみたいな、はい、そんな感じで来たんだけど、いやだからやっぱりいいピッチャーっていうのは、うん、やっぱ年々こう変化をするというかね、はい、スタイルは一緒でもやっぱそういう球種を一つ使えるボールにして変化をする、うん、これがまた長持ちをして活躍の場を広げていくという、はい、だから菅野がちょっと今年は楽しみだな。でしょうね。プラスやっぱりその原監督が桑田コーチを呼んだ効果というかもうこう出始めてるっていうことになるんですか。あのね、はい、菅野は、はい、まあ言えば、はい、何をやらしたってできる選手なんだよ、はい、これが畑だとか、はい、戸郷とか、うん、こういうピッチャーに効果が現れたらいいよね。他の投手たちはどう思ってるんですかね。いや聞きに行きたい。いやそれは俺も教えてほしいって、うん、で最近のね傾向として早い変化が多いんだよ、うん、それは打つ技術っていうのはだんだんもうバッターも追いついてきてるんだよね、はい、今活躍してるのはメジャーでもそうだけど大きなカーブを持ってる選手なんだよ、うん、だそれをまた使えるっていうことになるとさ、うん、メジャーの評価も上がっちゃう。完全にもうそうですね。そこを見据えてのこの。いや見据えてるかどうかは分かんないけどだけどメジャー行ってもあのボールがあると使えるよ。だからメジャー関係者があのカーブを見てさらに評価が上がる可能性がある。可能性ありますもんね、うん、そしたらまた上乗せだよ。そうですよ、去年の提示額よりも。なあすごいな、はい、まあでもいいコーチっていうのは、はい、教え方もうまいし、うん、まあ桑田ぐらいになってくると、はい、やっぱあの小さな体であそこまで活躍した選手っていうのはなかなかいなくてね、はい、教える伝える術も持ってるしどうやったら曲がるかどうやったらコントロールできるかっていうことまでやっぱもう分かってるよね、うん、素質も抜群だったけど技術も追求していった男だけに、はい、やっぱ菅野とはやっぱこう感性が合うんだと思う、うん、いいタイミングで、ね、同じユニフォームを切られてよかったですよね菅野投手。まあでも強いチームっていうのは、うん、いいやつが多いな。いいコーチいいコーチになれるやつやっぱ技術者も多いわ。そうですよね。あだからこれが伝統的にこうつながってきてるってやっぱ巨人はずっと強い、うんまあ、ソフトバンクもこれからずっと強いだろう、うんね、やっぱりいいものを
やっぱ持ってないとやっぱ勝負もできないし、勝ち続けていくっていうことができないよね。うん、いい投手がいいコーチになり指導者になるっていうのはこういうことにつながってくるんですね。じゃないと実績上がってこないからさ。こういう言い方したら変だけど、実績を持ってるやつのやっぱ言葉って説得力だよね、はい、あると思うよ、うん、だからこれだけできたんだって言えばさ、はい、もうそれが説得力じゃない。もう具も出ないです、うん、でしょ、はい、まあ掘り下げては言わないけどね、いろいろまあいろいろね、いろいろあるからね、うん、そうですね、まあ勉強も必要だけど、そうですね、勉強も必要だけどね。いやただ桑田さんはこうやって巨人のコーチとして就任されたことが今シーズン他の投手たちにもチームにもどう影響してくるのかっていうのもちょっと楽しみに私はしたいなって、はい、思いました。はい、はい。